んにちは、マミリンなのね。みんな、今日も見てくれてありがとうなのね。はい、今日は久しぶりにモノマネをしてみました。さて、誰のモノマネをしたでしょうか。はい、分かった方はぜひコメント欄に書いてください。次の動画の中でコメントを紹介させていただくかもしれません。そしてマミリンマートチャンネル、皆様のおかげで登録者様が1000人を超えることができました。皆さん本当に本当に本当にありがとうございます。いつも応援してくださっている皆さん、そして最近チャンネル登録をして私の動画を見てくださった皆さん、本当に皆さんのおかげです。ありがとうございます。マミリンマート、これからも楽しい動画、皆さんを癒せるような動画作っていけたらと思いますので、これからもぜひよろしくお願いいたします。はい、今日はこちらのメモリアル流石3を記念ガシャチケットに交換してガシャを50連やっていきたいと思います。皆さんへの感謝の気持ちも込めて、皆さんがね、見てて楽しい動画は何だろうなと思ったら、やっぱりガシャなんじゃないかと思いまして、でも流石がまだ溜まっておりません。なので今日はチケットガシャをやっていきたいと思います。はい、まずこちらのメモリアル流石をすべてチケットに交換します。キャラと交換するのもね、考えたんですけど、ちょっともったいないかなと思ったので、はい、交換しちゃいました。では行ってみたいと思います。はい、私はね、こちら側をやります。17号が欲しいの、レンジャーよいしょが欲しいので、それでは50連行ってみたいと思います。なんかね、今すっごく雨が降り始めて、すごい音がしてるんですけども、動画に入ってないかな。皆さんのところどうでしょうか。なんかすごいです。台風かな。はい、そんな中ですが50連やっていきたいと思います。それではガシャりましょう。これね、一気に50になるんですよね。なんかこれ、こういうの久しぶりですよね。50連。おお、なるほど、そうだよね。必ず確定演出、何かしらの確定演出が出るのかな。ピッコロご飯ですね。いい感じです。ピッコロさんとご飯くん、いいじゃない。レアですよ、今旬ですよ。1,2,3ガーッ、きたー。みんなどんな演出だっただろう。50連チケットガシャやった方は、姉よいしょ、はい、よいしょ、出ないかなーってすごく思ってるんですよね。ピックアップがね、とっても多いので、誰か出てくれると思うんだけど、どうだろうね。ヤムーチャ、ゴック、ビーデル、ナップ。今んとこ誰も SSR 出ないね。ヤジロベだけや。パンちゃん。あれ？もう10人目ぐらいにはなってますよね。うん。あれ？全然 SSR 出ないね。え？こんな？こんな感じ？一番最後だけとかある？皆さんどうでした、このチケットガシャの結果は。今日ね、50連やって、また生配信でも50連やりたいなって思ってます。今週末、スーパーサイヤ人、スイーゴテンクス。ゴテンクスか。今週末の生配信、土曜か日曜にやりたいと思っておりますので、皆さんお時間が合えばね、ぜひまた遊びに来てくださいね。詳しい日程はまた前日にお知らせさせていただきますね。ね、生配信でガシャやるのもすごくね、楽しいんですよね。みんながコメントをしてくれるので、いろいろ。本当に私、みんなのコメント読むのがすごい楽しくて、バトルをやりながら生配信、結構ね、忙しいというか大変になっちゃう。なんかバトルじゃなくてコメント読みたいってなっちゃうので。
まあでもそれもね。ああ、ハイヤーご飯ちゃんですか。へえ。ああ、可愛いから好きですけどね。こういう感じか。全然ピックアップ出てくれないんだけど。そういえば今日のログインした時の巻き割りご飯ちゃんは、なんと今日はウルトラスーパーラッキーだったんですよ。初めて。初めてです、今回ご飯ちゃんが誰かを呼んできてくれたの。すごい可愛かった絵。すごい可愛いね。クリリンとかも来るんだよね。本当に。今日はね、嬉しい。あれ？ガシャの方はなんだか静かな感じなんだけど。今どれくらいまで来たかな。30は超えてるよね、多分。ん？まあ、チケットガシャだからな。そんなに期待するものじゃないか。そうですよね。今日は結構暑かったですね。こちら関東は。涼しくなったと思ったのに。何ですこれ。おー、スープサイヤ人。あ、これフェス限なのこれ。スーパーサイヤ人3孫悟空。そうなの？おー、こういう感じなんだっけ、チケットガシャ。そっかー。なんか、強めのキャラはあんまり出ないね。はい、なるほど。でもこれ、このご飯ちゃんはね、かわいいですね。いいですね。はい、かわいいね。へえ、これは何ですかね。これ私持ってないよね。古いんですか。あー、これ、3孫悟空。わ、でも古い感じか。なるほど。はい、あ、これは結構でも、ちょっと強い感じですかね。ちょっとだけ。あ、結構強い？3ゴテンクス。はい、ちょっと欲しかった。レンジャーよいしょは出なかったね。やっぱり難しいか、チケットで出そうと思うのは。はい、ということで今日はチケットガシャ50連させていただきました。またこちらのチケットガシャは動画か生配信かでやりたいと思います。それでは皆さん、今日もご視聴本当にありがとうございました。次も絶対見てくれよな。みんな本当にありがとうなのね。